皆さんこんにちは。これから、今月2月26日の金曜日にレック渋谷駅前校で、宅建の、無料説明会をします。その PR を、これから、5、6分、使って、PR させていただきます。まずですね、皆さん、この動画を見ているということは、宅建の資格を目指そうと思っている人だと思います。これはですね、資格試験、たくさんの資格試験がありますが、宅建を選んだ、これはベストな選択をしていると私は思っております。なぜかっていうと、皆さん生きていく上で必要なものとして衣食住という言葉、皆さんも聞いていると思います。その中の住ですね、住に関する資格ですから、生きていく上で必要な知識が身につく。そしてまたこの宅建の資格っていうのはですね、社会的にやりがいのある仕事です。どういうことかっていうと、不動産を買う、その時に重要事項の説明っていう仕事があります。それができるのは皆さんがこれから目指す宅地建物取引士、その人だけなんです。ですから、皆さんの目指す仕事は社会的にも貢献度の高い、そういう資格ですから、やりがいもありますから面白くて、ぜひこの宅建の資格を目指すようお勧めします。それでですね、宅建の資格を目指すとこう決めたら、次のことの段階に入っていきますと、結局試験に合格しないと宅建士になれないわけですね。でこの宅建士に合格するための今度勉強方法関係に入っていきます。でこの勉強方法が非常に重要です。なぜかっていうとですね、この多くの宅建の受験生、はっきり言いますが間違った勉強法をしている人が多いんです。もうこの間違った勉強をしている人、そうですね、全受験生の8割近くはもう間違った勉強を私はから見るとしていると思います。要は間違った勉強法っていうのが、私から見ても、2つあるんですよ。その勉強法をしているとなかなか合格できません。で、今日は時間の関係上ですね、間違った勉強法に関しては、ちょっと省略しますが、2月26日の金曜日の、無料講座説明会受けていただいた時には詳しく間違った勉強を紹介しますから、その勉強法はしちゃダメだってことは分かっていただけます。じゃあどうすれば効率的勉強法になるかっていうことなんですが、これがですね、一番重要なテーマですね。で、一言で言えば、試験によく出る項目、それをまずは押さえるということですね。知識の習得、インプットの学習とも言いますが、それがまず第一番目に必要です。そして効率的勉強法っていうのは、その一つの知識を押さえたら即試験にどう出るかってことなんですよ。それを確認する。その一例をちょっと紹介いたしますと、私の講義ではいつもそういう感じで講義していますが、例えば、よく不動産の取引でも詐欺なんかが問題になるケース多いんですね。騙すなんていうケース、詐欺って言います。でまず宅建の試験でも詐欺よく出ますから、詐欺の基本的知識から確認していきますと、要は騙された人はその契約を取り消すことができるっていうことになります。これが詐欺の基本形ってことになるんですね。でこの知識は一般の受験生でも持ってる人多いです、ね、騙された人は取り消すことができる、これは、分かりやすくて誰でも分かる。じゃあそのことを試験ではどう出してくるかってことなんですよ。ちょっと一例を挙げますとですね、例えば A が建物を持っていて、で B さんの B の偽冒行為によって A さんはその建物を C さんに売った。その場合に A さんは C さんに売ったこの契約を取り消すことができるかと、こういう感じでちょっとひねって試験というのは出されてくるんですよ。もう一回言いますが、知識としては騙された人は取り消すことができる、それを試験では、騙すなんて言葉を使ってこずに偽冒行為なんていうちょっと専門用語なんですが、そういう言葉を使ってくる。あるいは A さんとか B さんとか C さんとか、こういう登場人物が出てくる問題を事例問題とも言いますが、こういう事例問題でも出してくるということなんですね。そうすると、ちょっと単純には解けないということになります。でその辺のことをですね、
一つの知識が出たら試験にこう出るっていうことを対応させる、そういう講義をしていきますから、私の講義を受けていただければまず前提となる知識を抑え、さらにそのことが試験にどう出るかを確認できて問題も解けるようになるという、こう一石二鳥の講義していきますので、そういう話をですね、まず2月26日の金曜日、レックの渋谷駅前以降19時30分から、そういうまず、講座の説明会がありまして、ぜひ参加してください。そこでもっと詳しいですね、先ほども言ったように間違った勉強とか、どうすれば効率よく勉強できるかとか、どうすれば短期合格できるか、私の講義はこういう感じでいくともっと詳しく説明します。ぜひですねレックで宅建勉強始めて合格勝ち取ってください。そういうお手伝いをしていくつもりでいますから、ぜひ、まずは2月26日の金曜日レックの渋谷駅前校にいらして、私のちょっと講座説明会受けに来てください。皆さんのご出席をお待ちしております。ひとまず私の話はこの辺で終わらせていただきます。どうもありがとうございました。